昨年離婚した。生活は少し落ち着いたので、愚痴がてら吐き出し。もともと夫婦仲は冷えかけてはいたのね。小さいけど会社経営してる、義父母の自宅事務所近くのマンションで住んでたんだけど、夫婦喧嘩になると、すぐ義実家に行って、母親を連れてくる旦那に、どんどん愛情ゲージが下がっていった。それでも、結婚したからにはって思ってたし、子供も二人生まれたからな、とか頑張ろうと思ったんだけど、5年ぐらい前に義姉が出戻ってきて、事務所ででかい顔するようになってから、もう本当に嫌で嫌で。義姉にも、子供が二人いたんだけど、女が子供引き取ったって足かせになるだけだなんて、呆然と言ってて、私には、到底、理解できない女だった。うちの実家を何度も馬鹿にされてきたし、大嫌いな女だった。大学を出てからすぐに出来婚した義姉なんだけど、義父は旦那には厳しいけど、義姉には甘くて。電話番ぐらいしかできない義姉を、正社員にして、旦那と同じだけの給料を与え。そればかりか中古とはいえ、マンションまで買い与えていた。イライラすることも多かったけど、それでも、いつか旦那が後を継いだら、ってそれだけが希望だった。旦那と義父は、馬が合わなくてよく衝突してたし、正直私の目から見ても、旦那は、仕事ができるタイプではなかったから、ちゃんと継げるのかなって不安もあったけど、それでも義姉よりはマシだと思ってたんだけどね。だけど、数年前、体調を崩して引退することになった義父の後継者として、社長になったのは義姉だった。どういう話し合いでそうなったのか、私は何も聞かされていない。ただただ、旦那には無理だと言われただけ。だったら、もう、我慢を重ねて結婚生活を続けるメリットがない。なので離婚を申し出たら、ボコボコに殴られた。子供たちの前で。子供と言っても、もう二人とも高校生で、旦那より背も高くて体格もいいから。怒られてる途中で帰宅して気づいた長男に、逆に、旦那がボコられてたけど。でも、おかげで、診断書を、盾に、半ば義父を脅して、診断書を得意先にファックスします、よって言った。慰謝料もらって離婚届書かせた。正直、旦那が後を継いでも、泥船だっただろうとは思う。今となっては、なぜしがみついてたのか自分自身を知ってしまう。多分、義姉に対して何かしら仕返ししたかったんだろうと思う。子供は、二人とも、私と一緒に出ると言ってくれて、義父がそれだけは、って引き止めてたけど無駄だった。義父は、典型的な、仕事はできるが人材を育てることはできないタイプの社長だった。今、父が亡くなって、実家で一人暮らししていた母と一緒に4人で暮らしている。母も、孫たちと老後一緒に暮らせて嬉しそうだ。もっと早く決断すべきだった。私もバカだった。俺が悪いのは承知してる上で愚痴らせて。俺、犬飼ってるんだけど、もともといじめられてた子犬の頃に飼い主と喧嘩して引き取った犬で、基本俺の家族以外の人間には一切懐かず、散歩して他の人とすれ違って相手が可愛いねえと声かけてきても無視。人間、特にいじめてた男に似た黒髪の若い男性が大嫌いだった。犬の散歩してた時、いきなり鼻血を出だしてしまって止まらなくなった。しかも、出方が尋常じゃなく、いきなりドバッと出た後、ダーッと流れ出してきた。急に出てきたから、足元にひっついて歩く犬の服にもかかった。犬は心配して舐めようとしてくるし、寄ってくるからポタポタ垂れる血が犬にかかる。犬はトイレカハだからエチケット袋しか持ってない。エチケット袋で鼻血を受け止め、ちょうど駅前だったから、駅員さんにお願いして、改札内のトイレを借りた。改札の横は、線路に侵入できないように柵があるから、そこに犬のリードをつないでトイレダッシュ。しばらく、鼻の頭を押さえて、手洗い場で血が止まるのを待ってると、外で犬の声がした。
まさか人でも噛んだか。と鼻血止まってない状態で走っていくと、知らないおばさん、60くらいとその息子、30半ばほどが、犬のリードを外そうとしてた。駅員が止めてたが、息子が駅員の前で立ちはだかって、おばさんの行為をしもり、犬を飼ってる人ならわかると思うけど、リードって犬にとって命綱みたいなもので、飼い主に守ってもらえるための安心の形でもある。俺の犬はリードをつけないと外には出ないし、万が一俺がリードを離しても離した瞬間立ち止まってリード持たれるまで絶対動かない。その時も、俺がリード持ってないからお座りして微動だにしてなかったんだけど、おばさんがリードに触れて外そうとぐいぐい引っ張るから。我慢の限界が来た犬がパニックって暴れ出し、おばさんの足に噛みついてしまった。おばさんが絶叫。息子は気づいて犬を蹴り飛ばそうとし、駅員が慌ててやめ。俺は血のりつけた状態で何すんだよ。と叫びながら、おばさんのところに走っていった。おばさんそんな俺を見て絶叫。駅前だから通行人もいるわけで、興奮した俺がまた大量の血をドバッと流してたから、警察と救急車呼ばれた。結局、俺は大丈夫だと言ったのに、救急車に乗せられて病院へ。鼻血だと言ったのに、いつの間にぶつけたのか腕の内側とかに内出血もできていて、それを理由に、無理やり血液検査とかされた。早く返してくれと伝えたのに、最近疲れやすくないですか？とか、風邪みたいな症状ありませんか？と質問攻め。繁忙期で忙しいし忙しかったから体調不良だよ。と答えて、半ば無理やり帰ってきた。犬は警察が保護しててくれた。一部始終知ってる駅員が事情話してくれてたらしく、こっちにお咎めはなかったけど、おばさんたちには、犬が噛みついたし、お互い様で穏便に済ませろと言われたわ。おばさんたちは動物保護なんとかで、飼い主にいじられ、血を出して捨てられた犬を保護しようとしただけと言い張ったらしい。いじらてる犬がケツやあって、服着て首輪つけてるのかよ。だいたい、駅員が飼い主いるって制止してんだぞ。犬を引き取るときに、じっとしてて吠えもせずおとなしいけど、水も飲まないから心配したと言われた。保護したとき、二度と、こんな怖い目に遭わせないと誓ったのに、犬に謝っても謝りきれない。